ケーブを体験する男性ケーブオートマティックバーチャルエンバイロメントとは、イリノイ大学エレクトロニックビジュアライゼーション、ラボラトリーのキャロライナ・クルーズ・ネイラ、ダニエル・サンリン、トーマス・デファンティが開発した没入型仮想現実体験装置である。イプトと呼ばれる視点を自由にできるというインタラクティブ性を備えた仮想現実の方式で、1九9二年にイリノイ大学エブルが開発後、 各国の大学、研究機関、企業等で設置、利用されている。約3メートル四方の立方体で構成された空間内のスクリーンに立体的に CG 映像を表示させて仮想現実を体験できる。警部の仮想環境は1ヘアサイズの立方体で、前、左右、床の4面のスクリーンに投影装置を用いて、右目用と左目用の画像が、 交互に高速に切り替わる両目視差の画像を投影して、これに液晶シャッタグラスが右目用と左目用のそれぞれの画像と同期する。体験者はポヒマスと呼ばれる磁気式の位置センサを装備して、これによって360度の完全な視覚体験のみならず仮想モデル内を歩き回ることも可能で、分子構造の可視化、流体解析、気象シミュレーション、 医療シミュレーション、自動車、航空機の操縦、建築物の試作設計などが想定される。日本国内では、岐阜県各務原市の株式会社 VR、テクノセンター内でコスモスが運用され、東京大学ではキャビンが運用された。かつてヘッドマウントディスプレイは仮想現実の表示デバイスとしては適さないと評価された時期があり、 この種の投影型表示装置と液晶シャッターグラスを組み合わせて没入型デジタル環境を実現した時期があったものの装置が大掛かりで設置するための空間や維持費がかかることもあり現在では一部を除き下火になりつつある外部から見たキャビン外部から見たコスモスキャビンは正面、両側面、天井、床面の周囲5面を 大型スクリーンで囲んだ装置で1997年に東京大学インテリジェントモデリングラボラトリーに設置され2012年まで15年間にわたり運用された。当時はリアルタイムでの 3D 映像の作成のために SGI オニキスを複数台使用した。コスモスは岐阜県各務原市の株式会社 VR テクノセンターで運用される6面を 大型スクリーンで囲んだ装置。岐阜県知事だった梶原拓の肝いりで計画が進められ、完成した当時、6面を表示できる装置は世界に2台しかなかった。神戸ポートアイランドの境に隣接する神戸大学統合研究拠点で運用される。データが投影されるスクリーン空間は 3MX、3MX7.8 メートルと国内最大級の警部装置であり、 クリスティデジタルシステムズが設計した VR ソリューション、ハラスティージが採用されている。2019年度をもって共同利用が終了した。ありがとうございます。